ここでファウルをもらいます。これでいいんですよね。そうですね、うん、まあ、これでいいと思いますよね。まあ、だけどここのキープの仕方うまいですよね。ここで体を預けて、ね、先に預けて、はいはい、さあボールサイドにはバイス、長崎ボールです。今多くの選手が仙台陣内ゴール前に入れてきた。シュミット・ダニエルでシュートっていった、決まった。澤田のシュート決まった。シュミット・ダニエルはパンチングできると思ったんですけども、ファンマが胸ですからね、素晴らしいですよね。まあ、ここで胸で落としたことによって、まあ、そんなにキーパーがいないですけど簡単なシュートじゃないですけども、ないですよね、はい、非常にうまく入れましたよね。しかも澤田の前に一人板倉ですかね、いましたもんね。いましたよね。